Nicolas-san, mokoteki wa nan desu ka? Ah, sumimasen. Itu mo mokoteki wa nihon de oka ni itamete Filipin kaite kara bijinesu o hajimitai desu. Hai, so desu ne. Rodriguez-san, sumimasen. Mokoteki wa nan desu ka? Itu nihon no mokoteki wa nihon no konka o ikishitai de nihon de はい、どうもありがとうございます。はい、いたしまして。すみません、ノロルタンさん。日本語どうですか？日本語の、忙しいですが、面白いです。はい、そうですね。はい。私の目的は、日本でお金を貯めて、フィリピンに帰ってから、 土地を買いたいで、文化を経験したいで、日本で経験積んで外国でまた働きたいで、一生懸命頑張りましたで。小太郎さん、すみません。目的は何ですか？私の目的は仕事についての色々な実習を学びたいです。それから日本にお金を貯めて、フィリピンに帰ってから土地を買いたいです。はい、そうですね。 すみません、ジレンさん。はい。目的は何ですか？私の目的は、過疎のために、お金を貯めたいです。ありがとうございます。デソさん、すみません。目的は何ですか？私の目的は、2つがありますね。まず、日本の先進技術を経験して働きたいです。また、 不足の生活が良くなるように日本で長い時間働いてお金を貯めます。はい、終わりました。スウェタさん、すみません、目的は何ですか？マケパツパレンカイボマコノチ。そうですね。一つ質問があります。はい、なんで？目的は何ですか？私の目的は日本の文化を経験したいで、 仕事についての色々な技術を学びたいで、自分の息子の家族のためにお金を貯めたいです。はい、そうですね。さん、質問があります。目的は何ですか？私の目的はフィリピンに行けたらビジネスを始めたいで、お金を貯めて土地を建てたいです。はい、そうですね。目的は何ですか？ 目的は、被害の、ために、お金を貯めて、家族の助けたいです。はい、そうですね、わかりました。どうもありがとうございます。レンさん、目的は何ですか？目的は、フィリピンに帰ったらビジネスを始めたいです。はい、わかりました。マリニさん、すいません、目的は何ですか？フィリピンに帰ったらビジネスを始めたいです。 カリロンさん、すいません、質問があります。目的は何ですか？私の目的は自分の娘の家族と魚類のために、マネを使って、仕事について、いろいろな仕事の、なりたい。
はい、わかりました。どうもありがとうございます。頑張ります。みんな、リオネ行く前に頑張ります。ワジに。どうぞ。